作品というのは書き終わると同時にもう僕のものじゃなくなってしまうなというのを今回も感じてて、これを書き終わった時はもう本当に遠い昔の出来事だったのかなと。だから絵を描いてる最中は絵っていうのは僕のものなんですよね。絵は本当にその時だけは僕のものだけど、これで完成だなと思うことっていうのは、それはすなわち僕の手を離れたっていうことなんです。今回この作品を描き始めるという段階からすでに実はコロナの問題っていうのは話題になってたんですね。それでまあ僕としてはこういつこのアトリエに出て来れなくなるかもわからないっていう、そういう中から始めたというところから始まりました。ですから絵を描き始めた時からなんとなく世界全体がそのコロナの恐怖というか、このわけのわからない新しいウイルスに対して非常にこう混乱し始めている中でのスタートだったんです。でもそういう中でやっぱり平常の気持ちでずっと作品をしていくということが芸術家にとってはとても大切なことで、そこにそのどういうんでしょうね、言い方はいろいろ難しいかもしれませんけれども、あまり動揺しないで自分は常に子としてね、つまりまあ、ある意味で言ったら孤独の中でこう孤立をしながら、自分の前にはただ宇宙だけが開けているっていう意識を持つぐらいで十分だと思うんです。そういう意味で今日やってるこの仕事が自分の人生最後の仕事かもしれないという、そういう緊張感というのはやっぱりありますね。それは僕だけじゃなくて全部のアーティストのみならず全ての人がそのようなことで生きていたはずなんです。デジタル社会、オンライン社会っていうのはその文化にとってどういう意味があるんだろうかという問題になってくるわけです。で、デジタルというのは、まあ、簡単に言うとこの視覚情報と聴覚情報ですね、目で見る、耳で聞く、それ以外のものはほとんど何も伝わらないという、そういうある意味で言ったら完成度というか未完成な技術であるということに改めて気がつきます。だからこそ人間はそれだけでは決して生きていけないんですね。人間の五感すべてに対応できるそういう技術ではないんですね、デジタルっていうことは。じゃあそこで何が積み残されていくのかって、それこそがこれからのアートの役割なんだと思うんです。で、それは何かって考えてみると、まずはこの素材感のその触覚的な手触りっていうことがあると思うんですね。それから何か積み重ねていった痕跡ということもあるかもしれません。で、その生きているということのその何かの、例えば汗がほとばしるとか、または何かそういう本当のリアリティというものもひょっとしたらデジタルでは全く表せないかもしれない。つまり人間の五感を考えたときに、もう非常に多くのことがデジタルでは積み残されている。で、そのまさに積み残されていることこそがこれからのアートの、まあ、一番中心になって、こう訴えていかなければいけない、まあ、表現、その本質的な部分なのかなと、まあ、そんなふうに思ってますね。で、例えば僕はセザンヌの作品なんかはもうとても興味深く見ることも多いんですが、セザンヌの作品というのは写真、どんなに素晴らしい画集で見ても絶対に映らないものがあるんですね。それは何かって言ったら、トライアンドエラーのその痕跡なんですね。やっぱり写真っていうのはやっぱり表面でしか映らない。例えばルネサンスの時代っていうのも、その大体2世代ぐらい前にペストの大流行があって、このコロナとは比較にならないほど多くの人が死んでしまってるわけです。で、そういう中でルネサンスの作家たちっていうのは、この今現在を生きるっていうことに集中して、今現在のここが全てであるっていうことがやっぱルネサンスを花開かせたわけです。それは例えば僕の滝の絵にしても、今流れてる滝であって昔流れていた滝でもないし、未来に流れる滝でもないんですね。今ここに流れてる滝を何とかして捉えたいというのが、こういう技法を自分の中で模索の結果、トライアンドエラーの結果、こういうふうなものが生まれていったわけですけれども、今ここに注目をするという芸術の本質というようなものが
むしろ浮かび上がってきたのかなと、まあ、そんなふうなことを感じてますね。